2択まで絞った時に親がこっち取ったら喜ぶよなとか、やっぱこうやって大企業の会社に収まるマインドって作られていくんやなって。どうもしゅんです。こんにちは。今回は自己分析であったりとか、自分の得意なこととか苦手なことがまだ分かっていない人に向けた動画になっております。ということで、ゲストの皆さんに自己紹介をお願いしようと思います。よろしくお願いします。社会人1年目で某飲料会社で勤務しております、佐藤ノアです。石坂誠と言います。現在英国マイクロソフトの本社においてグローバルマーケティングをしております。よろしくお願いします。じゃあ今回佐藤さんのモヤモヤみたいなのあると思うんですけど、一生懸命就活をやって、で納得した内定を取ったと思ったけど、モヤモヤ抱えてる方、視聴者の方でも多いと思うので、具体的に佐藤さんがどういうところに悩んでるかっていうところを石坂さんの方から解決していただけたらなと思ってます。就活時代の話とか、今抱えてるモヤモヤの話も聞いてもいいですか？私の就活時代は本当にやりたいこととか夢がない状態からスタートしていて、焦りの中からスタートしていて、とにかく最初はいろんな会社の説明会に足を運んで、最終的に75社ぐらい見ていました。自分がこんな会社に行きたいなって思えたのが、やっぱり一個は理念にすごい共感できることと、実際に働いてる人が大事だとすごい思ってたので、いろいろ探してました、会社は。内定決める直前は2つ迷ってたんですけど、将来結婚して出産しても働き続けたいって思ったので、福利厚生が良くて安定しつつ成長してる会社を選びました。なるほど、確かに超大手企業ですもんね。で、一番自分に合うと思った会社に実際就職されたっていうことですね。では佐藤さん、実際に今もう働かれてるわけですよね、数ヶ月間。はい。その中で入る前と入った後のギャップっていうか、そこの部分をちょっと教えていただけますか？一番感じたギャップで言うと、まず当たり前のことなんですけど、10時間ぐらいの拘束時間があって、自由な時間が少ない、まあ、あるあるだと思いますね。そうですよね。でもその10時間っていうのは、中身が濃くて自分がやりたいことだったら、そんな苦にはならないはずだと思うんですけども。今どういったことをされてるんですか？今が営業に配属になって、営業同行っていう形でいろんな先輩の営業してるところに同行させていただいてます。営業にもいろんな種類があると思うんですけども、佐藤さんはどういった営業の種類なんですか？開拓営業っていうよりはルート営業っていう方が正しくて、それこそスーパーだったり決められたエリアのところに商品を売っていくっていう形の営業をします。結構じゃあ決められたパターンの行動を求められることが多いっていうことですね、はい。では今モヤモヤがあるっていうことなんですけども、ルート営業じゃあちょっと自分が期待していたことと違うということですか？どんなことを期待していたんですか？本当に自分は決められた枠のこの中で、笑顔とワクワクを大事にしたいっていう気持ちをどうやって作っていけばいいのか、疑問だけが浮かんで答えが出てないっていうモヤモヤに今陥ってます。そういうふうにモヤモヤを気づいてしまったきっかけっていうのは、内定から働くまでの間に何かあったんですか？オンラインサロンなんですけど、そこでこう自分のキャリアを自分で築くっていうところをすごく学ぶ機会がありまして、小さいんですけど、まあ起業という形をして、自分でお金を稼いでみて、自分で考えたサービスを届けることのやりがいを強く感じて、なんか新しい価値を作りたいっていう思いは持ちました。やっぱり就活をしている時は、私はもう転職なんて絶対しないっていう気持ちでその会社の入社を決めていました。でもやっぱりそこで働いてる社会人の方々って、やっぱいろいろ転職もされて起業もされたりしてる方もいて、一つの会社で働くもったいないとは言わないんですけど、いろんな景色を見て自分の中の固定概念が壊れたっていうのがあって、多分今のモヤモヤにつながってるのかなと思ってます。では佐藤さんが多分その時に経験されたことっていうのは、おそらくレゴ型の人たちの間に混じってみたっていうことかなと思うんです。今までそのパズル型レゴ型っていう言葉を聞いたことありますか？ないです。じゃあぜひですね、この時にご説明させてください。パズル型というのは、今までよくあるような教育システムですね。つまり答えがもう決まっている、その問題に対する答えをどれだけ早く正確に覚えたり、そしてまあ導き出すことができるかって、まあパズルってそうじゃないですか。もう答えがピースが決まってきて、それをどうやって早くはめていくかっていうことですよね。でもその新しく自分のビジネスを作るっていう経験を、まあ企画書を書いたりというのをされて、それっていうのはレゴ型ということですね。つまりレゴというのは答えがないんですよね。なので佐藤さん、おそらくそういったレゴ型のものをやることの楽しみを知った、そしてその周りの人たちから刺激を受けたんじゃないかなというふうに思います。どうですか？まさにそうだと思います。やっぱり入る前は会社に入ることが
正解というか、まあ、求められてることやと思ってた部分がかなりあります。何に対しても当てはまる答えを探すっていう、もう染みついてしまってたなっていうのはすごい感じます。ぜひですね、より多くの学生さんがレゴ型という考え方を身につけて、まあ、知っていただいて、自分は就活でさえもレゴ型、どのレゴを作ればいいのか分かんないですもんね。本当にそれは自分自身のことを知って、世の中のことを知って、自分だけの就活っていうものをですね、レゴ型で探してほしいなというふうに思います。今はその1日10時間の拘束が厳しいっていうことをおっしゃってましたけども、その中でも01をするようなことをできないんじゃないかと思っちゃってるということですかね。01は多分働いている中でも作ることはできるんじゃないかって私は思っています。やっぱ実際働いてると、まあ、それやらないといけないこともめちゃめちゃある中で、作り出すことに、まあ、プラスアルファの仕事って捉えられてる、まあね、生み出さなくても、まあ、今まで通りすれば一応多分こなせる。なるほど、リアルですね。入社して2日目の時にノート書いてた時に、日記なんですけども、うん、こうやって大企業の会社に収まるマインドって作られていくんやなって思います。だからそうなったらあかんっていう心の声を毎月出てくるようにして、こうちゃんと自分を引き戻せるようにはしました。大企業に入って、なんかそういった壁にぶち当たるとですね、すぐにもうスピンアウトして新しいベンチャーに行かなくちゃいけないんだっていう、そういうふうに逆にですね、隣の芝は常に青く見えるっていうことが起きるんですけれども、よくよくですね、自分の大企業にいることとベンチャーにいることのそれぞれのですね、メリットデメリットを理解した上で、じゃあ自分が今いる中でできる最大のメリットっていうのは何だろうということを考えて、いろいろとですね、トライしてみたらいいかなというふうに思います。なんかモヤモヤするときってかなり視野が狭くなって、自分のいる場所は正しいところじゃないっていう風に思えてしまってたなって今すごく思いました。あ、でも私もやったんですよ。実はモヤモヤしてる時に、やっぱり新規事業部行きたいとか企画行きたいということで、社内の人事部の人とかいろんな先輩にお願いして、新規事業部で働いてる人たちにランチミーティングをお願いしたりとか、その中で、あ、じゃあその事業部に行って、え、あなたはどのようにして行かれたんですかとか、私はこういうことをやりたいと思ってるんですけれども、行くために今どういうことをここで収集して、どんなことをしたらいけると思いますかとか、アドバイスをいただければいいと思うんですよね。今いる環境の中で使えるものであったりとかを使って、前のめりにやっていたら、自然と結果であったりとか、やりたいことがよりクリアに見えてきたりするっていうことですね。もうぜひぜひ今いる中で最大限できることをやってみて、それでも例えば上司の方が新しい提案を受け入れてくれないとか、もう全然ダメだとかいうことがあったら、自分の中で体験がありますよね。大企業の中で新しいことをやろうとするチャレンジをしてみたという体験ですよ。これもものすごい重要な体験になると思うので、まずはやってみて、そこでいい結果になればそのままいけばいいし、そこでいい結果にならなかったら、そこで初めて社外に出るかとか違う部署に行くとか、ひょっとしたら第三の選択肢として副業みたいなものができる会社だったら副業してみるとか、なんかいろんなね方法があるっていうのをこう知っていただきたいなと。なんで体験とかチャレンジもしてないのに、壁にいきなりぶち当たったからもう外に出るみたいな、そういったもったいないことだけはしてほしくないなというふうに思います。結構あるあるの悩みだと思うんですよね。キラキラだと思って入ったけど、当たり前だけどそんなことないっていうので結構ぶつかる人いると思うんですけど、まず目の前の環境で頑張りきるっていうところは当たり前だけど、やっぱできてる人少ないと思うので、ぜひ意識していただけたらなと思います。佐藤さん、就活中でちょっと後悔してることとかってありますか？最後会社を決める2択まで絞った時に、親が、あ、こっち取ったら喜ぶよなとか、やっぱ名前が知れてるなとか、収入も平均と言われる値以上は働き続けた多分もらえるやろうっていう心の安心っていうんですかねそれを取った自分じゃなくて、もっと自分がこうしたいって思った自分の意思で決めれてたらよかったなっていうのはすごくあります。今ですね、素晴らしいキーワードが出ましたね。本当に多くの学生さんがよく使われる言葉で、平均というこの悪魔の言葉と言ってもいいかもしれないです。この平均と比べてどうかっていう他人軸の価値観に左右されているっていう学生さん、本当によく見ると思うんです。自分はその物差しの中で他人よりも上なのか下なのかっていうところで議論をする価値観で本当に溢れてるんですよね。それがですね、本当に重要なのかどうかっていうのは、結局ですね、自分自身の内
内部における物差し、そしてそれがですねどこで輝くのかっていうマッチングとかをしていかないと、最終的に仕事をしてみて生きていて楽しいかどうかって自分が決めるじゃないですか。なのでぜひ自分自身における内部の物差しを持っていろんなところで体験をして仮説検証を繰り返して初めて自分の中の物差しにこの仕事が合ってんのかっていうことが分かるなというふうに思いますね。平均なんてないんですよ。自分の中に平均はないということですね。それでギクってしたんですよね。なんか確かに自分視点で考えたことがなかったなっていう。それを知ってる人からするとやっぱ当たり前の考えじゃないですか。この平均にこう惑わされないっていう。でもやっぱ普通に学校出てそれこそ出会ったりっていう経験もしてなかったら本当に視野とか狭くなってたなってめちゃめちゃ思います。ということで本日石坂さんに相談に乗っていただいたと思うんですが、最後に佐藤さんの感想をお願いします。私は多分レゴ型でいたいっていう気持ちはあるものの、今までの習慣が多分すごいパズル型が染みついていて、多分私自身で言うと就活では自分が大切にしたい軸っていうのは見つけられたんですけど、自分がどうやってその手段としての仕事をしたいかっていうところまで明確にできてなかったってことに気づけたので、今からでも遅くないと思って探し続けていこうと思っています。本日ありがとうございました。まだ始まったばっかりです、はい、これからですからね、いくらでもチャンスがありますからね、はい、ということでまた壁にぶつかったら相談してきていただけたらなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。